めする新機種 CR バクバクバンクはゲーム業界とのタイアップにより綺麗で鮮やかなグラフィックをご用意しました。細かいアニメーションと究極のキャラクターがお客様を興奮の渦に巻き込むこと確実。申し遅れました。私の名前は桃山銀子、19歳、身長は148センチ、体重42キロ、スリーサイズは秘密です。この春チューリップ銀行に入行したギャル系新人です。 TU ビッグバンチューリップ銀行を舞台にした CR バクバクバンクは多彩なリーチアクションが詰まった新機種。液晶もすっきり見やすくなってもうグラグラしちゃうくらい面白いな。まず基本仕様をご紹介しちゃいます。昇級数は 5&15、 大当たり確率は318分の1で、確率変動時の大当たり確率は60分の1となっています。大当たり図柄は大当たり A が6通り、大当たり B が6通りの全12通り。各変条件は大当たり B で次回大当たりまで継続されます。大当たり時のラウンド継続回数は15回となっております。それでは胸がときめく多彩なリーチアクションをお見せする前にちょっとだけリーチ予告を紹介しちゃいます。銀行のインフォメーションボードっていつもなんとなくしか見ていないと思うんだけど、チューリップ銀行のインフォメーションボードには注目してくださいね。この中に特定のリーチ予告や各編大当たり決定メッセージも含まれているのよ。私って基本的に真面目なんだけど、たまには息抜きも必要なのよね。でも一生懸命お仕事を繰り返したり、暇な時に遊びを繰り返している時の私は期待できるわよ。リーチ突入の大チャンスなのよ。ねえねえ、ところで銀子の好きなもの知ってる？ネオンとお金。ネオンというのは仕事中に浴びるレインボーフラッシュのこと。こっそり教えちゃうね。ノーマルリーチ中に光るコーナーランプ予告も信頼度が高いんだけど、もっと信頼度が高いのが変動開始後なのよ。よーく見ててね。ゾクゾクしちゃうわよ。画面奥を白いシャツの親父たちが通り過ぎればスーパーリーチ確定。赤シャツの親父が一人混じっていたら、それはお楽しみ。さらに外れかなと思っていると両替アクション発生でリーチに突入。シングル、ダブル、トリプル、両替を重ねるほどに大当たりの期待度が2倍3倍とアップ。お楽しみに。それじゃあ面白さ満載のリーチアクションを紹介します。当チューリップ銀行では銀行強盗、株価変動、大金庫、貯金箱、満期御礼といった金融機関ならではの面白リーチをご用意いたしております。また私銀庫が居眠り中に夢の中で小人が飛び出し大当たりの手助けをする小人リーチなど、ファンタジックなものもあるので期待してね。最初に紹介するのがノーマルとロングと即当たり。即当たりって結構刺激的なのよね。なんか得したって感じがするでしょ。私たまに窓口で居眠りすることがあるの。そんな時決まって小人の夢を見ちゃうの。小人リーチは小人がちょっとしか出ないと信頼度もいまいちだけど、長く出てれば信頼度もアップ。小人が復活した時は特に期待してね。次は貯金箱リーチ。小豚の貯金箱が可愛いでしょ。このリーチ結構期待できるかも。
貯金は大金庫に保管してあるの。巨大な金庫の扉を開けるのに一苦労ですが、開けた時の開放感はたまりません。苦労すればするほど報われるかも。チューリップ銀行ではお客様のために株価の変動をお調べしています。あなたの持ち株が上がっているとお小遣いが増えるかも。私もハイテク機器を使ってお客様をバックアップします。強盗の拳銃より強力な私の秘密兵器で逃げる強盗から必ずあなたのお金を取り戻すからね。任せなさい。金色のパチンコ玉が飛び出したらお楽しみ。最後に極め付きをご紹介しちゃいます。チューリップ銀行が感謝の気持ちを込めて皆様に送る信頼度 100% のリーチアクション満期御礼リーチ、おめでとうございます。さて皆様、いかがでしたか。チューリップ銀行で巻き起こる銀行強盗、株価変動といった数々のドラマ、可愛い小人たち、大銀行家の重労働など、面白アクションリーチと大当たり予告満載、ドキドキワクワクの CR バクバクバンク。マルホンがお送りする最新機種をぜひその目でお確かめください。